明治維新の語呂合わせです。大反発が超近い。明治維新でやったことを強引に語呂合わせにしてみました。大反発。大は大政奉還。藩は藩赤奉還の藩。この字入ってるもんね。パツ、パツ、パツじゃないんだけどごめん。廃藩地権のここにさ、まだれは勘弁してください。この字入ってんじゃん。大反発が、がは学生、超は超兵令、近いは地層改正って感じになってます。ただ並べただけじゃなくてね、ちゃんと順番通りになってるんですよ。1867年から2年おきに、ごめん、これだけ、ちょっと、 偶数なんですけど、大政奉還から2年おきに起きてますよね。大反発が超近い起きた順に並べましょうって言われたら、これ大体刺さると思います。で、実際大反発って起きてるんだ。1877年に鹿児島の西郷隆盛さんをリーダーにした西南戦争っていう、えー、士族の大反発起きてますからね。えー、覚えられるともしかしたら役立つかもしれません。